超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようこの日本を変える主役はあなたです な,なゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズンをプレゼントこの種を育むのはあなたお待たせをいたしました田中康夫の日本最高日本最高へのシーズンの時間が今週もやってまいりました、えー、もうこのご存知のようにこの番組はですねあの土曜日の夜10時から デジタルでお送りしてんでございますがデジタルと言いながらなかなかこの収録はまあ実は今週は私がまあ選挙区の尼崎というところとですね朝6時半に家を出て7時5分の飛行機に乗って8時15分に着いてですねいろいろ会議をやって夕方になるとまた帰って盆踊りなどをしてるもんですから実はなんと24日の水曜日という。 ほとんどアナログの時間に取らせてていいただいております、まあ、なかなか経費節減という、まあ、ご時世というのもちょっと影響してるのかもしれませんしかしながらまあ世間はまあちょっとも何も変わらないのにです、ね、何かそのどこかの政党の代表だとかどこかの国の首相だとかを決めるというようなことはなんか時々国々も天気予報のようにコロコロ変わりつつとあるでこの中でですね水曜日に収録をする24日ということになると。 もうまさに、ええー、洞察力に富んだですね。この B. S. イレブンの報道局長。鈴木哲夫さんを置いていないということで、<laughs> <や>今日はお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いしまお願いします。私言ったんですよ。うん、あのー、先ほども、まあ、亀井静香国民新党代表と週一回会見があるので。うん、挙党体制ってことを質問した記者がいましたのでね。<ー>いや、でも、挙党体制ですって。 言っても多分国民は千秋に劣ってないんじゃないのかと。うんうん、というのは、まあ、2009年の選挙というのがありました2005年が優勢選挙で、まあ、小泉さんの総括みたいな2009年以前を変えてほしいと思った人も2009年以前をさらに進めてほしいと思った人も挙党体制って言葉聞いた時に。 どうもその自分の議席や自分の政党を維持したいという意味での挙党なんじゃないのと挙、うん、党を一つの手段として抑3の挙国とは違う意味での日本を変えてくれ日本を改めてくれというのにつながってないんじゃないんですかねと、うん、そのやっぱりこう覚悟が見えなかったり、うん、あるいはその哲学を持っているような人がどうも現れてないと、うん。中で巨党だけがこう ねうん、あの前原さんが、はい、あの自分のまあ支持するグループの前で、はい、まあ出馬をまあ表明しましたよね。それでその時にまさに今田中さんおっしゃったようないわゆる挙党一致みたいなことをね、うん、口にしたわけですよ。うん、でその後の後ぶら下がり取材でも え変な党内対立をやめてえまあ挙党一致でいこうみたいなもうそういう対立を終わらせなきゃなみたいなことを言ったけどもまずその全く同感で「京都一致」という言葉を聞いた瞬間に私なんか取材者としてもう気持ちがわっと冷めるわけですよ。それは何か二つあって一つはもう嘘っぽくて「京都一致」なんて言われたもうその言葉自体にもう嘘っぽさを感じると。 まあ考えてみれば菅さんだって代表選挙の時に挙党一致って言ったんですからねあれが手のひらを返したようにねあの小沢拝舟に走ったわけでしょ。うあので まあそれが一つ嘘っぽいそれともう一つやっぱりまさに田中さんおっしゃるように巨頭地って何なんだとこれはやっぱり政策なんですね、うん、だからそういう意味では今この時期にまさに旧国内閣というねこの国難この震災の問題もあるそれから経済だって外交だって今とんでもない時期に来てるここはその変な政治対立じゃなくていわゆる旧国これは政策ですよ。ここれれをややろうとこれがやっぱり僕は あの今日党党は外してこれは一致だと思うんですよ、うん、これをやらなければいけないのにまさに共闘一っていうのはおのの中での数合わせ、うん、まあこのままぐちゃぐちゃになって、えー、割れて、えー、選挙にでもなって野党,からあ野党になっちゃうの嫌だねとか、うん、選挙になると負けちゃうよねだここは一つあの衆議院で300という塊を。 一つにしておこうよというそれだけの意味の共同一致なわけですよ。だから、うん、このね共同一致っていう言葉を僕はあの視聴者の皆さんも、まあ、我々もそうだけどもう本当にしっかり意味を分かってチェックしてもらいたいと。ことなかれ問題先送りの無責任な香りを皆さん感じると思うんですね。ましてやその今まで。 まあどちらが排除の論理だったのかわからないけど、まあ、あるいは、まあ、小沢一郎という人を好きな方もあまり好きでない方も小沢一郎の読んいを述べてることを認める人も認めない人も、うん、なんかそうではない側の人が突如挙党一と言っても、うん、また選挙までの方便かよと。うんうんうん 芯なくは立たずっていうけど芯、うんうん、もないんだから立てるわけもないよねっていやだからまさにその嘘っぽいまあもっとあのこうテレビじゃなきゃもっと辛辣なこともいるかもしれないんだけどもあの本当になんか嘘臭い嘘っぽい感じがしますよねだからもうあれが出てくるし来た瞬間にあこの代表選挙っていうのはやっぱりか数合わせそれからいわゆるその政権側にいる、うん、つまり与党でいる ためだけのね、うん、それがため,ための要するに、うんえー、選挙なんだなと、うん、そのための代表選びなんだなというのもう透けけて見えるわけですよねおそらく皆さんはですね田中康というのは前原誠二さんをあの最初お子ちゃま大臣と、うんえー、予算委員会であなたそんなお子ちゃまのようなことを言っちゃいけません、うん、たら自民党のその後町村信孝さんが。 よく言ってです私は別に自民党にこびを売るためだったじゃないですか <laughs> まあ皆さんあともう一つあの私が「口先番長」と言ったんで「<laughs> なんであなたは前原誠治さんをそんなに打活のごとく嫌がるの?」って言われるんですけどまあ実はその私あの日刊現代で連載をしてるのでそこで書いたんですけどそれは今週「口先番長」などという言葉は一切使わずに実はあのその稲森和夫さんと。 うん、夕方と、まあ、23日水曜日の午後ですか、うんうん、え前原さんがお会いになっていると、うん、まあ夕方には小沢一郎さんがあったんですけど,どで稲森さんがその記者たちに僕あの意外と僕は東京新聞と産経新聞だけあるといいかなと、うん、でも毎日新聞もいいんですけどね <laughs> あのこういうことでこれ産経新聞だけ載ったんですよで稲森さんは新聞にはですね、うん、どうでしたかって どうなんですかって言ったら「本人が出たいと言うなら頑張れと言うしかないじゃないですか」と稲森さんが言ったと,うん、うん、ところがネット上に先に産経新聞は記事が進んでるんですね。これはですね「それは点」点。点 口ごもって本人が出たいというなら頑張れというしかないじゃないですかって稲森さんが述べたってんですよ。私これはやっぱりメディアとして大事なね、うん、ことアーカイブなんですけどうん、うん、でそこで私言ったのは,これは何人もそれを阻止することはできませんと、うん、それが民主主義のモラルですとだけどもその過半数を投票で得た人が、うん、これが信任されるこれも民主主義のルールですと。うんうん、でもだからこそ 国民のみならずどんな組織においてもね、うん、その人が占領選ばれるに足る人かどうかということを判断ができるための説明責任が求められてて、うん、これは民主主義のコストですと、うんうん、でところがそのどうもモラルもルールもコストも今一つ軽んじてるのが前原さんなんじゃないかなって私はずっとこうちょもやもうや思ってたんですよ。 もう最近ちょっと、まあ、失敗続きでパッとしないなんて批判も多いんですけどあの、はい、自民党の石原伸晃さんねたまに言ってっちゃ失礼ですね <laughs> いいこと言ったんですよ、はい、あの前原さんが出てくることに対してね、はい、彼は何と言ったかというと要するにまず説明責任果たしてないそれは要するに政治と金の問題なんですよね。はい、でこれれ田中さんもも書かれてたけどもあの、まあ この献金をめぐっていろんなその疑惑というか問題があるんじゃないかと指摘が国会であって彼はそれに対してまあそのうち説明しますなんていう感じで説明責任をまだ果たしてないわけですねあれだけまあ小沢さんなんかの政治と金を糾弾していた自分のことになるとまあ口をつくんでるこれが何にも解決されていないというのが一つそれとねもう一つ石原さん面白いことしたのはどちらかしてるってわけですよ政策を散らかしてると。 例えばヤンバダムそれから JAL の問題尖閣もそうですがもうそういうものを日米関係でも彼はもうパッパッパッパいろんなことを言うんだけども言った後は知らない散らかしたまま片付けていない。 こういうことを差し置いてね、まあ、果たして資格があるのかみたいなことを言ってて石原さんはだって最初大,、うん、まあ大連立を大島忠盛さんあたりとた、ねうん、いやそれはもう自民党の中で大バッシングがあって、うん、今方向転換してますから、ね、<笑><笑>それは,じゃあ自分の信念はどうだったかそれはそれで大島責任論、えーまあ、国体は幹事長ですからね、うん、石原幹事長責任論っていうのは中堅若手から今出てて。うん 今度のあの自民党は九月にあの。 人事があありりますすかからねそ,<う>そののでどうるなこれはちょっと置いといても、まあ、あの久々にそういういいことをいなるほどなと思うことを言ったんですがまさに僕それはあの的確で今回前原さんにが出るなら出るって結構ですあの<う>代表のおっしゃるようにねだけどその前に果たさなきゃいけない、うん、その政策的な散らかしたものについてきっちり説明をするとんといってもやっぱり政治とかねここをきっちり説明していきたいとたんです。 国土交通委員会かなこれは予算委員会かな聞いたんですよなんでヤンバダムやめるんですかと言ったらそれはマニフェストに書いてあるからですとでもあの方マニフェストに書いてあった高速道路無料化というのは講演会でもあるいは週刊朝日でも私は国交大臣として高速道路全面無料なんて反対だったと。つまり首相から選ばれたのに まあ逆命理訓ならぬ逆命国民の逆命理民でもなく、うん、逆命理師っていうかう自分が絵え格好だから私は一部しかやらなかったんですって、うんまあ、失礼ですけど意見シャと言ってるわけですよ、うんうん、でもこれはそのある意味じゃねマニフェスト言いよかったかどうか知りませんよ、うん、でもそれで国民に真を取ったわけですよね、うんうん、その時の幹事長だった岡田克也さんが それは私が至りませんでしたじゃなくて、うん、そのマニフェストは変えんの当然ですってのと同じ体質かな、うんうん、とだから政治と金を置いておいて、うん、まあ,ある種スカンダラスな部分もあるし、うん、じゃあ政治資金規正法上きっちり処理してた、うん、あとは道義的な問題みたいなことちょっと複雑するんだけど、うん、まさにこう追求されるべきはその今田中さんもおっしゃったまさにその政策の部分ですよね。うん、でこここのの人がじゃあ果たししてててて日本ををどどへ持持っっいこうとしてどういうううと国家像を持ってるのか で、その全体像の中で、ここの枝葉の政策がある。そのどれもが整合性が取れないわけですよ。で、だからこれはね、やっぱり、あの、総理大臣としてどうなのかっていうのは、ね、これは疑問符つきますよ。よ、うん、から、まあ、その時、うん、その、なんでやめたんですか。マニフェストに書いてあるからです。うん、なんでマニフェストに書いたんでしょうか。うん、それは今日、大変巨大なダムだからだったんですよね。うん、<laughs> で、これだと理屈にならない。だから、その、各県が作るのは、私が止めた。長野県のダムも、うん、熊本や香川県の小豆島のダムも、うんうん、これは地域主権だから。うん 国が、な、な、あのー、七割お金持つのに、どうぞって作らせちゃってるわけよね。で、そうすると、やっぱり、その。 私はそのやはりもうマニフェスト選挙っていうのは次は無理だろうってことを申し上げてますあ,のまあ次の総選挙は各政党はマニフェストというかそれは政党の公約は書くでしょうけど多分小選挙区の人は自分が選挙区で何をやれるのか野球道とは違いてそしては私は国をどうしたいのかともうここまで戦うしかないだろうとは思ってはいるんですがやっぱりつまり恋愛とかあるいはねレストラン選ぶ時と,と同じで。 その値段が安い高いじゃなくてあるいはもういっぱい私にプレゼント買ってくれるかどうかじゃなくてここの人は信用ででできるかとということで選挙って選ぶわけですよねそれを100個書いたるよりも200個書いてある人の方がすごいでしょってのはバブルな遅れた話で208番目のことが起きるかもしれないし未曽有で120番目の変形が起きるかもしれない時に「 どれだけこの人がやってくれるのかそこがちょっと足りないんじゃないのかなっていやだから、あのー、今度の代表選挙でやっぱり、はい、典型的なのはその僕はその議員心理というか、うん、まあ民主党の稚拙さだと思うんですねつまり逆に言うとなんでじゃ前原さんが出てきてそこにある種の求心力みたいなのが一時こう出てきたかっていうのは。 やっぱ選挙なんですよ選挙ということはイコール自分の恩みかわいさというかねだから結局このまま割れちゃったらもうその自分が今度の選挙はもう民主党厳しいから落ちるかもしれないとか、ね、せっかく手にしたね苦労して手にした政権を話したくないとかねもうそこの心理だけそこである種その世論調査なんかで、まあ、ここも問題なんですよだからやっぱりあの国民にはしっかりいろんなことを見抜いてほしいんだけどもそれ顔としてはいいわけですよ。で このリーダー選びって、だから結局小泉さんの後からも、常にまあ二大政党の弊害かもしれないけど。選挙にか、つま顔ということを意識してますよね。だからそれでもうどん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 その政策とか中身から乖離していってる。もうその、だからその引き継いでると思う、ね。あのまあ私は小泉さんのやってたことに全面的賛成するわけじゃないんだけど。うんうん、口先番長ってのは、まあアマチュアですよね。うんうん、その辺の兄ちゃん。うんうん、で、小泉さんは,僕はヤシだったと思うんですよ。<ー>つまりヤシってのは。 そのガマのだなんだっけあガマの油のおじさんみたいなもんでだからプロなんですよ口先かもしれないけどそれはプロだしすみまあ自分の理念がどのくらい社会に対してあったかどうか分かりませんがうん、うん、覚悟があったんですよね。だからそれは彼についていてくと いうことになれば選挙は勝てたと思うんですようん、うん、だけど民主党の方々にあえて申し上げるとうん、うん、それはまあ自民党も劣化してるかもしれないうん、うん、どこもじゃあそれに代わるものがなかなか見えないかもしれないけどうん、うん、前原さんだから勝てますっていうのは私は洞察力の欠落だと思ってんですよ、うん、だから全体がもうそういうレベルまで落ちてるわけで、うん、だからその前原さんでいいと本気で思ってる人たくさんいるわけですよねなんで私ねあのうん、うん、前原さんがだってほら一番驚いたのはあの尖閣で、うん 私が逮捕俺前原氏が俺が逮捕決めたって、うん、朝日新聞が大見出しで書いて、うん、そういう発言をしてたわけですよ。うんうん、ところがそのそのの後 船長が釈放されるじゃなそうそうまだその時はまだ国交大臣かなビデオを見た限りにおいては悪質な事例であるとの意見を海上保安庁に申したまでで私に逮捕権はなく海上保安庁にあなた国土交通大臣で海上保安庁は国土交通省の組織でしょとこんな社長はいないだろうって僕はその時思ったんですよ。部下ががミスをししたとててもあは自分命じのに あるいはあの北方領土の返還要求全国大会っていうのがちょうど2月にあったんですよ。うん、で早く返還に向けけて私は政治生命をかけるって言ったんで、うん、私は翌日での予算委員会にたまたまでテレビの前で「その覚悟のほどをお聞かせください」って言ったら「努力していきたい思いを述べたものでございます」うん、普通「政治生命かける」っていうのは <laughs> 不退転の決意で <laughs>。 自分の座をかけるってことですよいやでもそやは田中さんもうそのまさにさっきの挙党一致と同じだけど <laughs> 政治生命をかけるっていうその鍵かぎ括弧その言葉そのものもね、うん、もう全部嘘っぽくしかもう感じられませんよ、うん、もうそこまでその劣化したっていうかね、うん、あの政治がもうどんどん軽くなってきてるだから政治家の言葉なんて信用できないっていうねあの僕はその国民の、まあ、ご視聴者の皆さんなんかでもそういうふうに思ってる方ものすごく多いと思うんだけど。 だからもう政治生命をかけるって言ったじゃないかって言ったところでですねもうその言葉のやり取り自体が成立しないところまで来てるって僕は思いますよねだからそれが、うん、まあね大会じゃなくてサークルって言われて大、まあ、会がいいとは私は思ってなかったけど、うん、なんかアマチュアだって、うん、学,学園祭の模擬店の人だってやっぱり食中毒出しちゃいけないぐらいは。うん ねえ保健所の許可を書,は書いてないにしても学園祭だって思うよねってそれよりもいかなくなっちゃったのかなと。うんうんうん、いやだからあの当初この代表選まあいやゆいする永田町でこうブラックユーモアとしては、うん、あの総理を選ぶ選挙でもない政党の代表を選ぶ選挙でもないと、まあ、あの大学のねサークル、うん、部活動のね まあ今年一年、つまりこれ任期来年の9月までですからね、うん、一応ね、はい、そうするとこの一年残り残数なのでね、そうすると一年間のね、あのサークルの部長を選ぶ選挙をやってるようなもんだと<ー>ね、いうこうブラックジョークあったんだけど最近ではですね、学級委員会の小学校の学級委員会の院長を選ぶ選挙だって、うん、でもそっちの方がまだまともじゃないかぐらいまでもうどん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 ,どん 価値がが下がってきてきますよねあの私は別にその前原さんというのは後人ですから、うん、一応あのもしかすると前原さんに淡い期待を抱いている方もいるとすると結果がどうなってるか分かりませんが、まあ、私は今月中にあの代表が決まったり首相が決まらない可能性も高いんじゃないかなというのは後で最後にお話ししようと24日段階の見解で言おうと思うんですけどよくあのその、まあ、焼肉屋さんをやっているけなげなあの,健気なあの、うん ご夫妻からら献金もらったと、うんうん、でもあの実はあのその3月4日という震災直前に参議院で、まあ、西田昌司さんという同じ京都選出の自民党の方が聞いた中には「何々さんって知ってますか? <S うん」<S, S さんって知ってますか?」って言われたら「ええ、私はその方とは67年前からの付き合いです」って言ってるんですよね。ところが その後彼が聞いてここはほとんどマスメディアが書かなかったんですけど週刊誌だけでこの方は2年間に脱税2億3600万円で逮捕された暴力団の元構成員だった方なんですよでその方と67年前から知り合いでしたところがこの方はそのくしくもその3月4日時点では6年10か月前の2004年5月に逮捕されて脱税一審で有罪二審で その執行猶予の有罪が確定してるとうん、うん、でましてや覚醒剤所持での逮捕歴もある方だとうん、うん、そうすると67年前から、うん、その裁判やってる時に知り合いで、うん、この方から献金をもらい、うん、野田善彦さんや村田蓮舫さんにもこの方をご紹介して献金を受けてると。 でまあ、その北朝鮮からの覚醒剤密輸組織との関係も色濃いというふうに言われてると、うん、でそれに対してどうするんですか、うん、たら全体像を把握してからお答えした方がいいと思いますうん、うん、で前原さんは答えて、うん、電光石火やめちゃうんですよいま、うん、だにこの件は近く過去5年間の献金を説明しましたけどうん、うん、これも「週刊文春」がその後書いたけども新聞メディアは書きませんでしたけどうん、うん、まあ、えー いわゆるその武闘派の経済ヤクザと言われた。山口民系のま後藤組という組が勝値であって、ここが実はあのフロント企業ならぬフロント npo ってのを作ったんですよね。ここあな,か,なか頭はやっぱり武闘派経済派だなと思ってです。ヒールザワールドオブインスティって言うと、日本文化研究会でここにパーティー券を買ってもらったり、献金を。 受けたり、うん、ここの解放に写真で挨拶も載せてたと、うん、なのでそもそも外務省外務大臣まで務めるような人物か、うん、首相の器でないって当時高村薫さんが共同通信に作家のですね、うんうん、私が大変尊敬する方も言ってるんですよ。うんうん そうすると先ほど私が言ったその民主主義のモラルやルールやコストと説明責任というのを軽んじてないのかなと、うんうんうん、いやいやだからもうまさにおっしゃる通りでだからあの私も前原さんの支出がどうだった個人的にどうだったじゃないけど、うん、つまり総理大臣を狙うんであればそういうそのアカウンタビリティっていうのはこれはもう絶対 絶対,絶対条件ですよだからそれをやらずしてね、うん、まあこれも日程もまあ非常にこうタイトに来てるわけですよ。まあ、僕は笑っちゃったのは岡田さんがいやその何日もかけるとね政治空白を生むってじゃあ今までの何ヶ月は何だったんだとね。うん でこ今こそ岡田さんは国民に頭を下げて本当に空白を作るけど5日間時間をくださいとこの間でその我が党の代表候補たちが、ね、政策論争なり、まあ、その前原さんならそういう説明責任を果たしますとかのいろんな問題について時間を取ってやっぱりやるべきであってそれは、ね、ここへ来ると今度はね政治空白を埋めないとこういう、ね、でタイトルに一点の中でガンガンガンとやっちゃえばもうこんなことやってる暇はないわけですよね。 むしろ私は反主流派側に塩を送ったような日程を決めてんじゃないかなって一瞬思ったんですよ。<ー>というのは世間ではまあそのまあ野田さんはあれだったかもしれないけども前原さんというのはまあ世論調査と称する不思議な数字では高いと。うん、そうすると前回の代表選考えると菅さんは圧倒的に地方のサポーターとか地方組織で票を取って。うんうんうん 国会議員では確か二百四票だから二百二票対二百票だったんですよ。と今回は国会議員だけなんですよね。うんうん、すると主流派と反主流派はまあ拮抗しているとうん、うん、元々の数字はと言えるわけですよ。それをなんでわざわざ岡田さん選んだのかなってのは私一個不思議なわけ。僕はそこまであの深く考えたとは正直言って思いませんけどね。あ,<ー> <laughs> あの僕はやっぱり自然の流れ岡田さんの まあ岡田さんのですよこれは世の中に通用する原理原則じゃなくて、うん、岡田さんの場合は自分の原理原則だから、うん、世の中とずれることがよくあるんだけどもそれはね僕はあんまりそこまで考えてないと思いますね。それともっと言うとやっぱりその、うん、もう少しその流れとしてその巨頭一致というようなものを模索する流れが出るんではないかなという、うん、僕ある程度甘い読みがあったかなかでもなとなかもし 小沢さん側がね小沢さんはベストでなくてもベターな候補を選ばなきゃいけないって今おっしゃるようになったけどもし前原さんを小沢さんの側が1年間だからって認めたら永、うんうん、田町の論理ではそれも挙党かもしないけどこれはもう国民的には小沢さんを支持してる方からすればでしょうねうん、まあ、ある種だからあの小沢さんのもう逆に言うと非常にこう試されてる見られてるところがあって。 あのやっぱりよくも悪くもあの政権交代の時に掲げた理念政策政権交代の民主党、うんまあ、これはイコール京都一致ってことになるんだけどもそれをやっぱりかたくなにこの政権交代を大事にしていこうというあの大義をいつもおっしゃいますよね、うん、やっぱりそれをその政策理念の一致なんだということで言うんであればやっぱり今回ね前原さんとこう乗るとか乗らないとかいう話は、うん、これは。 あっちゃいいけないですよ、ね、ただ私も先ほど言った本当に今月中に代表を選んだり首相を選べるのかなというのは多分特例高裁というですね、うん、まあ赤字国債を出さなき これは野党側も飲むと思うんですよ、えー、でも再生エネルギー法案っていうのははっきり言ってこれは電力会社をと経済産業省をもっと声を太らせるような話ですからね、うん、包括原価方式をそのままにしてで,でしかもそのまあ原発を推進したのは自民党だったかもしれないけど自民党側がやっぱその原発に関してお手盛り委員会じゃなくて衆参議会に調査委員会を作れってことを言い始めてますよね。これすすぐに民主党が飲むのかとと、うん、そうすると26日も 例えば特例交裁は通すけども再生エネルギーはもうちょっと継続しにいきましょうとなると代表は決まんないかもしれないそうすると8月31日って一旦閉めて「菅さんがいい」なんて誰も持ってないけど9月まで暫定的に関さん内閣が続いていくというようなことになってくるとその間に後出しじゃんけんでと思った人が。 まあはっきり言って同じ京都府出身の島田新介さんはいろいろ諸説ふんふんあるにしても同じその23日に決断をされたその決断とは全く別の,あの広域暴力団の影がちらつく人が決断をしたとじゃあそれは果たして満身創痍になんないんだろうかと私は時間が経ててば当然そののあたり話になっきますよねだからそれがちょっと私は今月中に本当に決まるのかなと。 だけど、まあ、田中さんは、ね、あの議員でいらっしゃるし公党の,の代表であの当事者だからあれだけどやっぱりその一歩置いたところで取材していると、うん、まあ今度の代表選って一体何なんだろうって僕は実はシンプルだと思ってて、うんあのね、やっぱり政権交代、これ民主党政権民主党政権っていうけども実は民主党と国民新党と社民党の連立政権だったわけですよ。うんでうん やっぱりここでいろんな政策共有しながらもう一回あそこの原点に戻る,、うん、るそれであれば、ね、僕代表選挙とあの、うん、首相指名選挙とか別ですからね。うん、何も民主党の代表が あの総理になる必要はないんだから、うんね、これは僕は2段階に分けて代、ね、表選を見定めてこれがどうしようもない代表選だったら<や>総理は別の人でもいいじゃないですかそういういいい厳しい目で見ていったです、ねまあまあ、マニフェスト、原理主義をこじしようということではなくてですねなな、うん、やっぱり約束したことをできるのかできないのかそれをことにこと重ねちゃいけませんよとそういうことが問われる民主党の代表選挙で、うんまあ、このオンエアの時には果たしてどうなっているのか。うん 殺力が試されるという番組を本週はお届けしましまた日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けていますこのままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたですあなたの一票で日本が変わる。